はい、キモいのいますね。通報確定。どんだけエッチなことについて教えてほしいんだ、これ。出会い中は通報だ。さあ、もうこいつ赤バンしてください。通報しました。おっと、なんかやべえ名前いるな。何こいつのコメント。コメントもちょっと問題あるんだけど。赤バンされてなかったら、またどこかで会いましょうね。はい、どうもキュンです。通報機能がね、出ましたね。なんか喜んでいいのか悲しんでいいのかね、ちょっと複雑なあの心境ではあるんですけど、まあ喜んでいいんじゃないですかね、これはね。あの皆さん、あの超鬱陶しいキッズからのなんか暴言のスカゴメとかね、もうそういうのもらったらもう通報で解決っすよ。はい。ただキュンさん懸念してるのはね、あのよくやるクソ部屋突、変態とか煽り部屋にね、あの突する生配信、あれができんくなるんちゃうかなーって思っとんすよ。もう今さ、そんなキモい部屋建てただけでさ、通報されちゃうからね。で、その通報がね、複数入ると、まあ赤番とかになったりするんじゃないかな。やっぱみんなだからそれ怖くてね、今まで、その出会い求めとった出会い中とかもね、おとなしくなっちゃうんじゃないかなーっていうね、ちょっとキュンさん寂しいんすよ、今。てかさ、通報機能入ったらさ、煽り中もいなくなるから、肉キュン、ワゴンじゃねとか思ってるやついるみたいだけど、別に終わんないから。D グでの煽り中は絶対減らないから。別にさ、その、ドンマイとかキレスタンプとかさ、それやってる奴がいたとしてもさ、それ何の通報対象なんていうね。ああ、運営者が用意してるスタンプやからね。そんなんでいちいち通報されても運営者も困るから。だから今後もキュンさんは煽り中を見かけたらボコしていっぱいふみふみします。それが不正な行為なら勝手に通報してください。話少し変わりますけど、早速ハリーがツイートしました。今日からこの人、制裁確定から通報確定。通報確定ってめっちゃ出さない通報するだけなんや。もう30秒で終わりやん、そんな動画。というわけで、ちょっとね、まあ、いないと思うけど、ちょっと部屋覗いてみますか。キュン玉ガラガラ。肉キュンのホラーゲーム、肉キュンベーター。こちらでは普段見れないキュンさんがたくさん見れるよ。みんなチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネルの URL を概要欄に貼っておくよ。めちゃくちゃ怖いからキュンさんと一緒にプルプル震えようね。さあ、今夜はどんな部屋が当たっているのでしょうか。さすがに初日やからね、変なのはいないと思うんですけどね。見ていきましょうか。あ、でもやっぱ交換中みたいなのはいるんだね。赤交換中とか。やべえやついいんだけど、ちょっと待って。ジグエル女子来てって。もう、お前さ。アップデないよ、ちゃんと見た。ちょっと通報しますって言うとこか、これな。で、こいつの、なんだ、これ右上のこう通報か。あ、これか、これか。で、なるほど。不適切な発言がありましたと。はい、同盟の掲示板でいいのかな、これは。同盟コメントではない。同盟掲示板で OK かな、はい。あー、ルーム解散された。ダメなんだ。ちょっと次、サクサクやるか。あと、こいつの名前ちょっと覚えとこうか。はい、キモいのいますね。通報確定。俺に、教えてくれる女子いませんか。いません。おしおし、もうサクサク通報しようぜ。で、これさ、通報する前にまず相手に一言これ掲示板で言わせなきゃいけないんだよね。じゃないと相手のプロフィール画面で飛べないもんね。ちょっとなんか女の子っぽいやつでいこうか。女の子っぽい、あ、オッケー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 、相手がこうくれたんで、ちょっとおはようとか言っとくか。おはよう。さあ、世直しだ、世直しだ。出会い中は通報だ。不適切な発言がありました。もうこいつ赤バンしてください。確認しました。 OK です。はい、以上だ。いや、ブロックはいいかな。ブロックまでは別にしたくない。なんなら仲良くしたいから、僕ちゃんのね。はい、じゃあちょっと通報したことを報告しましょう。どんだけエッチなことについて教えてほしいんだ、こいつ。大変言いづらいのですが、通報しました。絶望。さよなら。赤が生きてたらまたいつかどこかで会おうね、僕ちゃん。お、最初のやつおった、最初のやつ、最初にキュンさん蹴ったやつおった。オッケーオッケー、こいつ行こう。で、何も言わずに、ちょっとこいつがなんかしても喋んなきゃダメなのか。喋ってくんねえかな、こいつ。キュンさんの名前覚えてないかな。覚えてたら、やっぱプロフィール見れないよね、これ。ちょっと覚えてないかな、キュンさんの名前。覚えてなければ、またなんかスタンプで挨拶してくれるんじゃないの、これ。オッケー、来た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 、オッケー、じゃあこっから、こっから行こう。はい、通報確定。はい、右上の通報で、不適切な発言がありました。確認しました。異常なし。はい、よろしくお願いします。ブロックはしません。仲良くしたいので。通報完了。さよなら。いや、部屋退出させてももう遅いんだよ、お前。
いいな、今度この生配信やろうかな。ひたすら外役通報していく生配信、ちょっとやっていこうか。おもろそうやな、これな。まあ、なんか、虚言を言うとね、ダメなんでね。まあ、ちゃんとこうやって動画撮っとくことによってね、しっかり証拠も残せるんで。いや、ほんと頭悪いよな。もう、ね、通報機能って何のためにあるんっていうね。なぜそれに気づかない、なぜ通報機能があったのにやっちゃう。おっと、なんかやべえ名前いるな。ああ、キモい名前いるな。もうこいつ大っ嫌い。こいつマジで痛い。痛すぎる。よし、こいつはとことん通報確定。まあ、本当は制裁確定じゃいいとこなんだけど、今日はちょっと通報確定でね。いや、プロフィール見れないんだよな。ああ。何よ、雑魚自殺しようと。やべえだろ、言ってること。ああ、でも、キュンさん名前変えといてよかったな。こういう時も肉キュンのままだったら速攻が、キュンさん、やべ、気づかれて、やめてやめて、やめて、気づいても空気読んで言わないで。通報してんだって、おい、喋れ、早く。おい、おい、クソ部屋主。部屋作れよ。おい、部屋作れじゃねえよ。はい、喋れや。喋れや。おめえが喋らん、通報できんの。オッケー、来た来た来た。何何、外役大将、不適切な称号に入るかもやから名前変えとんだ。キュンさんのことを何か知ってるのかな。オッケー、じゃあ不適切な発言。うわ、コメントもキモ、こいつ。何こいつのコメント。コメントもちょっと問題あるんだけど、これダブルで通報とかしてもいいのかな。ねえ、ダブル通報とかしちゃっていいの。はい、通報したと。残念。残念賞。まあ別にこれ嫌がらせ目的でやってるわけじゃないんでね、実際書いてることやばいし、うん、発言がえぐいんで、もうこれはね、ちゃんと、あるべくして通報してます。日本語はどうかわからんけど。お前がバンダイできるわけじゃないよ、強がっちゃって。みんなにも周知しとくね。なんでバンさせてみろよって。なあ、おい。待ってろよ、お前。みんながしたらお前、お前バンされんだよ。時間の問題なんだよ。強がってんじゃねえよ。で、このテラポヨっていうなんかこう、付きまとってるやつもな、なんか俺のリスナーが当たるかとかわけわかんないこと言ってっから、ちょっと通報しとくか。なあ、お前も対象だ。悪い奴はみんな通報だ。不適切な発言がありました。あたおかとか言われました。傷つきました、非常に。はい、確認しましたよ。ブロックはしません、仲良くしたいんで。はい、完了。ごめんね。嫌がらせ通報違うよ。お前自分の書いてることが分かんねえのか。どこが嫌がらせ通報なんだこれ。え、通報しても意味がねえ。何のための通報なのかな。配信してみるって、お前生配信だったら終わんぞ。コードも見えちゃうからな。お疲れ様です。赤番されてなかったらまたどこかで会いましょうね。僕ちゃんたちほもやかじゃないからって。もうお前言い訳まっしぐらだな。はい、というわけでね、今回は制裁確定じゃなくて通報確定したということで。まあ、なんだかんだ全然クソ部屋突できそうっすね。よかったー。青がうじゃうじゃいてよかったー。いや、でも今後さ、生配信でクソ部屋突でやん。で、あまりにも害悪やなと思ったら、みんながこれ通報してくれればさ、おのずとこういうさ、やべえやつは消えてくだろうからさ、一石二鳥じゃね？それやってくか、今度から。まあでもね、明らかな嫌がらせとかだとね、規約違反になってしまうんでね、まあそこだけ皆さんお気をつけください。というわけで、生配信楽しみだね！待ってて、どんな日は草